昨日の予算委員で、小原田氏が北朝鮮拉致問題について、蓮池さんの主張ですね、安倍首相の、政治利用ではないかという、質問をしまして、それに対して安倍首相が罰をかけて嘘はついていないとおっしゃっていますが、この件に関して今後はの関係者のようでお話を聞くとか、そういったことお考えはおありでしょうか。それはむしろ質問した小方議員に聞いていただきたいというふうに思います。京都市長選についてお伺いしたいんですけれども、京都市長選においてですね、民主党が自公と相乗りで推薦している門川市長はかつて第一次安倍政権の時の教育再生会議の委員長を務められて、かつ美しい日本の教育を作る京都市民の会議に実質、日本会議の、設立総会に特例の祝電を送っていたということを書くんですけれども、安倍政権の会見を後押しするような人物ではないかと思われるんですが、それに関してですね、福山議員が先日共産党と断固戦って、発言に対して、Twitter で国政選挙と市長選は違うとおっしゃったんですけれども、市長選挙であれば改憲勢力を応援しても改憲の争点、改憲の争点の参議院選影響がないとお考えなんでしょうか。市長には憲法改正の発議権もありませんし、憲法改正についての提案権もありません。そういった意味では、それぞれ役割が違いますので、それぞれの地域ごとに、その市にとって一番重要な課題は何であるのかということはそれぞれ違っています。今、国政においては、安倍総理の立憲主義と民主主義を無視する暴走を止めなければならないということでありますが、それぞれの地方政治においては、それぞれの地域ごとに国政とは違う重要争点があるというふうに思っています。今の首相選挙が行われるんですけども、これに対して、民主党、並びに岡田さん、岡田さんの対応をお聞かせください。宜野湾に限らず、党本部が関与する地方の首長選挙は、都道府県知事と政令市の市長まででございますので、一般市である宜野湾市長選挙には、本部として公式なコミットはしないということであります。一方で、沖縄県連の仲間は、党という立場ということよりも、それぞれの県民の立場として、一定のコミットをされるというふうにも承知をしておりますし、一地方選挙ということにとどまらず、全国にも影響を与えかねないような重要な選挙であるという認識のもとで、沖縄の皆さんの民意がどのように示されるか、注目をしたいと思っております。宜野湾市長選は、一地方選に関わらず、一地方選ですが、影響が国政にも及ぶというふうに発言されたと思うんですが、京都市長選は、そうではないというふうに考えています。そう思ってます。